ひろこ TV ボーカルレッスンはいどうも佐藤ひろこです今回はこちらダセンボ音の練習です、えー、ウォーミングアップの第三弾となります今回はお口ね。 しっかりと母音の口の形を覚えていきましょう私の母音はですねちょっと特殊な、えー、技法がありますよかったら参考にしてみてくださいまずはイの口から作っていきましょう、うん、イの口は横に広げていきますよイイこの時小指一本分ぐらいが歯と歯の隙間に入るぐらい開けます いいいー、いー、いーじゃあ次、このいの口、いの状態から、ほっぺたや、ちょ、えー、っと、鼻の下の猫だったら、ひげが生えてるあたりのこの辺を下げないようにして、いの口からア、あ、いからの、あ、あんときはア、あ、 じゃなくて、下の歯も出せるようにね。あ。こんな感じです。いいからの、あ。次、もう一回、いに戻ります。いいを作って、次も、ここの辺を下げないようにして、いかいからの、え。いいからの、え。さっきの、いいからの、あ。あは、どっちかというと、下にもぐっと下がった、開いたような感じがあるんだけど、えは、 ちょこっと横に広がるようなイメージかないいからのえどうでしょうかいいからのあいいからのえやってみますよいいからのあいいからのええじゃあ次難しくなりますよいいからの お、おの口です。おは、やっぱりいいから作って、どうしてもこの辺は下がっちゃうのはしょうがないんだけど、鼻の下のこのあたりに力をぐっと込めて、いいからの、お、お、お、いいからの、お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 、っていうのと、お、どうでしょう 響きの華やかさが全然違うくないかなお、お。結構この口でおだんして多いんだけど。お、お、お、お。っていうのと、お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  <laughs>。ね、このぐらい音が華やかになります。うん、いからの、う。これもここ、鼻の下にしっかり力を入れてね。 い,いからな。う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 。<laughs> う,う,う。より。う。う。う。口 <laughs> <laughs> が今迷子なんです <laughs>。うの時は、さっき家や通い一本分ぐらいでしたけど、うは。 人差し指縦に1本分ぐらいかな。う、ううう、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 う。ほっぺた、下げない。鼻の下、下げないっていうのをしっかりやってると、ウォーミングアップの時、最初の、あ、最初じゃないか。歌う前のウォーミングアップの時に、リップロールっていうのをやったんだけど、リップロールができなかったという人、 手をつけないとできなかったっていう人がいいからの「う」とかって「ううう」ってこしっかりこれ上げる癖をつけてると手を使わなくてもリップロールできるようになりますのでねよかったらこれ試してみてください。なんとなく音が当たってないなみたいな若干フラットしてるかなっていう方は結構ここがしゃがってる人が多いんだよね。 そういう人は歌ってる時に意識して、ここをしっかりと上げてあげると、ピッチ、音もしっかり当たるし、えー、滑舌もよく聞こえるので、試してみてください。じゃあ最後にもう一回行ってみましょう。いくよ。いいからのあ。いいからのえ。いいからのお。いいからの いかがだったでしょうかボーインの練習でした、えー、ぜひ、ね、この3つの動画はウォーミングアップの特集になりますので、えー、3つともご覧いただけると幸いです、えー、おそらく次回の動画はセイクと完成点についてとかちょっと整体の 作り方で、こんな風に生態ってなってるんだよってお話をさせていただいてから、複、えー、式呼吸とか、えー、また歌の方に今度進んでいきますので、えー、ぜひシリーズでご覧ください、えー。今回の動画はいかがだったでしょうかチャンネル登録、そして高評価ボタンをよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。お相手は佐藤ろ子でした。バイバイ。チャンネル登録。 してください「チャンネル登録してください」「高評価ボタンも押してね」「チャンネル登録してください」